中央在教大学は北京市に所在する中華人民共和国教育部直属の国立大学である。1949年に創立された211校庭総一流の聖院校である。1949年11月6日、下北税務学校として設立。1950年2月、中央税務学校に改称。1952年6月、 中央財政学院に合併された。1952年院経調整により、河北大学、聖火大学、婦人大学、遠京大学の経済学部が合併し、中央財経営学院が成立。その後、中央財政管理幹部学院が編入され、1996年から現在の中央財教大学に改称された。2009年9月、昌平区佐賀キャンパスを、 使用開始。2017年9月、一流学科構築大学にリストアップされた。財政税務学、金融学、会計学、保険学、統計、数学、国際経済、貿易学、経済学、小学、管理科学、工学、政府管理学、体育経済、管理学、法学、社会、心理学、マルクス主義学、文化、メディア学、 外国語、情報学、国際文化交流、継続教育学、ありがとうございます。